ボールは強く遠くに飛ぶことはなく、ゆっくりと短い距離しか行かないんです。手の運動量イコールヘッドの運動量、そうするとボールはゆっくり飛びます。全部のスピードが一緒になるわけです。グリップのスピード、ヘッドのスピード、ボールのスピードが一緒になりますから、5ヤードでも3ヤードでも打ち分けることができます。自分の手のスピード、ゆっくり投げればボールは飛びません。少し早く投げ